私今日本当に朝から本当に楽しかったです。一日本当に走り回って楽しかったです。ワンちゃんご苦労様、本当に可愛いワンちゃん、みんな慈しみ合いながら助け合いながら笑いながら過ごしませんか。怖い顔をして大人が歩いていると子供たちも暗くなるんじゃないんですか。子供たちがそばにいて注意をする大人がいてもいいんじゃないですか。もうそろそろ仮面を剥ぎ取って本当の素の自分を見せたらこの国はきっと立ち上がれるんじゃないですか。言いたいこと言いませんか。思ったこと言いませんか。そして支え合いながら生きていけたら、地方から来られている方、小さいお部屋でマンションでどんなにか寂しい思いをしていらっしゃる方もいると思います。地方から来られて大阪に来て冷たい人間関係を見て田舎に帰るというような恥ずかしい思いをさせるのではなく、お互いがお互いを助け合うような世の中にしないですよね。皆さんそう思いませんかね。よろしくお願いします。籠池純子でございます。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。元気です。さよなら、さよなら、またね、またね、またね、さよなら。犬は純粋で信じられる、人間信じられないと今若い人がおっしゃいました。人間信じられない、私もそう思いました。本当に信じられないなと思うことがいっぱいありました。だけど信じたものは救われる、信じてあげたらええんですよ。表面だけ見て見るんじゃなくて、その奥には、ありがとうございます、その奥を見て救ってあげたらええんじゃないですか。二世三世がいつまでもいつまでも金銭感覚なき国民を働くだけ働かして、税金巻き上げて海外で遊んでいるような安倍総理、私安倍総理に騙されたなんて思ってはいませんよ。だけどこのまま安倍総理が自民党にいて政権を取られるってなると、国民はもう黙ってませんよ。国民たちもうそろそろ安倍政権にノート突きつける、ノート突きつける。私がもし国会に行ったら面白いじゃないですか。こんなおばちゃんが国会にいてたらまた雰囲気変わるん違いますか。東大でな政治家になられへんのですかねえ。東大行って落ちて大金持ちでなかったら大臣になられへんのですか。私は政治家にはなりたくない。政治家になるのが目的ではない。だけど森友事件の当事者です。私は森友事件の当事者なんですよ。それを隠蔽して改ざんして、塚本幼稚園潰されて、小学校潰されて、そしてお父さんが本当にひどい犯人に仕立てられて、これで私が黙っとけっていうのはちょっと勘弁させてください。もう少し様子見てください。もう少し私の様子見てください。31日までの選挙に一票もしこのおばちゃんにかけたのか、一票入れたのかと思ってください。お父さんありがとうございます、ありがとうございます。思ってくださったら私に一票ください。棄権しないで、無駄にしないでほしい。本当に本当に私ね、もう本当にご秘書入りました時に、本当に弱い人の立場の人がたくさんいるんだなって、罪もないのに豚箱に入れられて何年も入れられて苦しんでらっしゃる方がいるんだなと、この司法の腐敗、裁判官の本当に汚い裁判官、そして検事弁護士みんな裏切られました。一審も二審もお金だけはすっかり取られました。だけども国民のためじゃない、全部利権でした。司法取引でした。汚いです、人間ですね。本当にそういう司法の腐敗体験した者がやってみることも
またいいんじゃないか、こういう大阪のおばちゃんが、あり、うなずいて聞いてくださってるんでしょうか、それともどうですか。いやもう本当嬉しいですよ、みんなね、みんな本当に本気になりましょうね、本心出しましょうね、本音言いましょうね、そうじゃないですか、そう言われた方が嬉しいんじゃないんですか、成長できるんじゃないんですか。私ねこうしてね本当にいろいろありましたけどね、だけど今こうしてね立候補してるっていうね、その自分のこの人生の勉強、本当に私ね幸せやなと、主人と結婚したおかげでこうして磨かれて、もう本当にあの世に行った時にね、国民の皆さんから籠池純子ほんまあんたいしてやったやなって、さよならってみんなにね涙してもらうようなね人生送りたいんですよ。それやったらこのせっかく地上に生まれてきてね、んでねもう本当にね息がありやないですか、お金たっぷり儲けてね、そしてなんか人を蹴落として自分は褒められたいっていうような、そんなバカな二世の政権、そういうことでね、私ねそういう人ねやっぱり嫌ですよ、本当にもっともっと恩返ししたいです。本当に皆さん今日は遅くまでありがとうございました。お疲れ様でした。さよなら、失礼します。ありがとうございました。失礼します。またマイクの線買いに行かなきませんな。ありがとうございます。はい、潰されても壊されても強く立ち上がる籠池純子、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、あ、僕ですか。はい、すいません。はい、はい、すいません。もう終わります。あ、もうそうですね。はい。はい。あ、ちょうど7時になりましたね、大体ね。はい、今籠池純子、籠池純子、この度の衆議院小選挙区のみからの立候補になっております、比例代表はございません、無所属ですので党派に属しておりません、どうぞ籠池純子をこの皆さん方のこの淀川区の力、どうぞ出させてやってください。この淀川区の塚本で生まれ、塚本で育ち、塚本で子育てし、5人の子供を育て今現在おります。ですから教育のことも分かる、そして子育てのことも分かる、そして高齢者になった状況のことも分かる、全てが分かる人間です。しかも女性である立場というのはすごく重要です。男社会だけでやってきた今の政治、これを女性の目線で見ていったときに、本当にこれで良かったんかなということが考えられることです。英国のサッチャーさんも女性でした。そしてドイツのメンケルさんも女性ですよ、立派な首相ですよね。そして当選はしなかったけども、クリントンさんの奥さん、これも立派なもんです。女性の脳細胞の回転率と瞬発力、そして決断力、突進力、攻撃力、これは男性よりもすごく素晴らしい、優れてるんですよ、本当に優れてるんです。しかも子供を産み育て、そして保育し、そして大きく大きく助言をできる、この立場は女性でしかできないんですよ。男性では難しいところあります。どうぞ皆さん、この女性である立場の籠池純子さん、300日の交流を耐え、今衆議院議員として小選挙区より立ち上がった籠池純子さんに、皆さん方の温かい思い入れのある誠心の純粋な情熱のある一票、よろしくお願いいたします。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。籠池純子、籠池純子でございます。よろしくお願いいたします。皆さんご苦労さんでございました。ありがとうございます。